武田塾中森の参考書だけで合格点を取る方法。はい、それでは今回は駒澤大学の地理の勉強について話していきたいと思います。地理ですが、時間60分で大問3題出題されております。で、知識、の問題と、まあ、あの考察問題が、まあ、両方ともバランスよく出ているような、構成ですね。知識そのものは本当にもう、教科書レベルというか、あの一問一答なり、ノート形式の問題集とかで一通り仕上げていれば、まあ知らない用語はあまり出てこないだろうと。たまにちょっとマイナーなやつも出てきたりはしますけれども、基本的にはまあ大体のものは解けるかなというものですね。はい。で、その読み取り問題、などの、まあ、考察問題、ですね、正誤判断問題というなものっていうのは、まあこれはその知識前提に与えられた情報から正確に読み取れるかどうかっていうところですね。まあこういう地域の代表例どこみたいなこととかをちゃんと覚えてなきゃいけなかったりとか、こういうところっていうのはどういう特徴があるのみたいなところですね。といったような、そのなんというか知識があるのは前提で、それをもとに考えるっていう練習ですねを取得必要があるかとは思います。これらの練習に関しては、まあ、地理の参考書一通り仕上げていれば大体は対応できると思います。だから逆にお勧めしないのは、一問一答などやノート的なものしか仕上げないことですね。ちゃんと問題を解いて考えるって練習をしてやっておけば、まあ、基礎の問題集でも十分対応できるものだと思います。たまにその本当に先ほども言ったように、ちょっとあれ知らないなとか見たことないなみたいな、用語だったり、が出てくることもあるので、まあ、変にそこにこだわらずですね、取れる問題を確実に取り切るということに意識を向けてやっていくのがいいのではないかと思います。で、知識問題、系統地理問題どちらも出てきますので、両方しっかり対策しておきましょう。以上が地理の勉強となります。